こんばんは、アルセです。仮に A 君としよう。第9回実況ゴールデンウィークチャレンジ、5月8日日曜日、今日で長期休暇は終わりかな。休暇だった人も休暇じゃなかった人も、また明日から普段と変わらない日常が始まる。頑張ろうぜ。そして俺はこれから実況して、今日のうちに多分あげます。よろしくお願いします。では前回の続きから。3人目の R 君の話だな。約束の日に久々に屋上に上がるとき、正直若干不安だった。いや、俺の理解力じゃなくて、あいつがどんな風になっているのかってのが、この一週間のうちに、もしもう今まで通りのあいつじゃなかったら、どうしてやろうって。この俺が必死こいて勉強してやったのに、そんなことになってたら、ブチ切れるどころじゃない。けど、A 先輩は思ったより変わってなかった。顔色が悪くて、病気してるのかなってくらいの変化。まあ一週間でね、怨霊なってたら怖いわな。幽霊らしいっちゃらしい感じになってた。俺を見たら駆け寄ってきたから、見た目ほど体調悪くもなかったんだろう。それで俺はあいつに勉強を教えた。それまでみたいに教科書とノートを広げてさ。でも教えるのは俺の方なんだ。こんなことになるなんて、前の俺は想像もしてなかった。勉強なんかしてなかったからな。いい機会じゃんね。もうすっげえグダグダだったな。理解してるつもりだったんだけど、やっぱり教えるとなると全然違うんだ。説明しながら自分でもよくわかんなくなってきて、もう一回教科書を見直したりとか、試しに解いてみたら答え違ってたとか、それでもあいつはなんとか理解してくれてるみたいで、勉強は進んだ。最後にようやく、あいつが聞きそびれた解法を教えたんだ。したら、なるほどってうなずいてた。俺が必死こいたんだからもっと嬉しそうにしろよって思ったけど、まあいい。それで終わりだ。わかったか？俺がそう言ったら、ありがとう、わかりやすかった。で、控えめな、たまにしか見れない笑顔で。俺は人が泣こうが笑おうが、どうでもいいけどよ。でもあの顔は、なんか良かったな。俺はそれで、こいつの心残りはなくなったんだって思った。一件落着って感じ？悪霊なんかにならずに、綺麗さっぱり幸せに成仏できるんだって。これで全部いい感じに終わるんだって。だけど、本当はそうじゃなくて。先輩は言うんだ。嘘なんだ。は？何が？解放がわからないせいで、成仏できないということが。じゃあ何が心残りなんだよ。意味わかんねえよな。じゃあ俺は何のために一週間勉強漬けだったんだよっていう。先輩はこう説明した。本当は解放なんてどうでもよくて、ただ寂しかっただけなんだって。誰に見送られることもなく一人で死んでいくのが寂しかった。最後に一回くらい、誰かと普通に話したかった。だからこの一週間、俺が先輩のために必死こいて頑張って、こうやって教えに来てくれたのが嬉しかったって。じゃあ成仏しろよ。俺としてはなんか騙されたような気がして、釈然としなかったけどな。まあ、結果的に喜んでんならそれでいいけどよ。大事なのは、A 先輩が成仏することだ。ここからが、この話の大事なところだ。正念場だ。ここでした会話はよく覚えてる。それこそ、一言一句ってくらいに。これは、俺がもう二度と会いたくない奴の話だよ。じゃあ、これで成仏できるんだな。どうだろう。はあ？俺はずっと、どうすればいいのか迷っていたんだ。俺の心残りというのは、一人で寂しく生きたくない、ということだろう。だから、
それを解消するにはどうすればいいのか、自分でも分からずに困っていた。でも、俺が見送るから未練はなくなるんだろ？なくなると思うか？じゃあどうなるんだよ。多分、俺は君を連れて行きたいのだと思う。俺はあの時初めて A 先輩のことが恐ろしく見えた。先輩は言った。幽霊はもう頭で考えることなんてできない。時間が経つにつれてもっと動物的に衝動的になってしまう。だから少し満たされただけで我慢できるわけがないんだ。じゃあどうするんだよ。どうもしない。君のおかげで寂しさも少し和らいだ。だからもう俺はもう諦めてこれで成仏しようと思う。だけど、けど、君はもう二度とここに来ないでくれ。本当に成仏できるかわからないから。できなかったら、もしも次に俺に会うことがあったとしても、それはもう今までの俺じゃない。だから絶対に逃げてくれ。おい、もし屋上から君を手招きする誰かがいても、それはただの君を道連れにしようとする悪霊だから。そんなことあいつの口から聞きたくなかった。ほんと最悪の気分だったよ。これで全部きれいに終わるんじゃねえのかって。その後俺はさっさと荷物をまとめて屋上を出てった。あいつが振り返るな、返事をするなって言うから、俺は最後に一目見ることもできなかったし、さよならって言われたのに返事することもできなかった。それで全部終わりだった。びっくりするくらいいきなり全部終わっちまったんだ。 R はそこまで話してため息をついた。腹の中のものを全部吐き出すような深いため息だ。あれから何ヶ月か経ったけど、俺は一度も屋上に行ってないんだ。それどころか屋上を見上げようとしたこともない。何があっても視界に入らないように気をつけてきた。もしも見上げた時、そこに人影がいて俺を手招きしているのを見えたら、なんか全部最悪の思い出になっちまうような気がするんだよな。 R はうなだれている。他者を怖がらせるための階段なのに、この場で一番恐れているのは R のように見えた。廊下を歩くのも怖いんだ。人間の形を忘れかかった A 先輩が俺に会いに来ちまったらどうすりゃいい。誰も返事をすることができない。 R はもう一度ため息をついて顔を上げる。これで俺の話は終わりだ。次のやつとっとと話せよ。今の話はね、結構友情の芽生えというかね、なんかしんみりとした感じの話でしたけど、続きましては4番目の Y。 臆病そうな彼が果たしてまともに怪談を語れるのだろうか。しばらく黙り込んでからようやく口を開いた。それじゃあ、とある儀式についてか、呼び出されたものか。 A 君が出てくるかどうかってところでしょうね。多分もう一つの選択肢の方には A 君は出てこない。どちらもなんか召喚系なんだよね。とある儀式についても、これもなんか多分オカルトチックだよね、他の人たちの話に比べて。どうだろうな。オカルト研究会に所属してるんだったら学校の中でこの儀式をやるんじゃないか。でもこの呼び出されたものもね、同じかなと思うんだけど、まあ上から攻めていこう。やっぱり
この話しかないかな。うん、そうしよう。まず最初に僕の後輩の説明をしようか。と言っても実名を出すのははばかられるから、そう、じゃあ例えば仮に A 君としよう。僕は最近この学校に転校してきたんだけど、 A は前の学校に通ってた時の後輩だった。高2とは思えない小柄なやつだったけど、中身は割と大人びてて、僕よりしっかりしてるところもあって、そこがなんか生意気だったな。いや、別に舐められてたわけじゃないぞ。僕はちゃんと先輩らしく頼もしくしてたぞ。そんな風には思えないがな。今だって全然怖がってなんかないんだから。まあともかく A は僕にとって良い後輩だったと思う。部活以外で僕のことを先輩って呼んでくれるの、あいつだけだったしな。やっぱり舐められてんじゃねえかお前、周りから。だけど A はもう死んでるんだ。今年の秋に変質者に殺されてな。遺体は悲惨なもので、体の一部は原型をとどめていなかったそうだ。さて A の紹介はこれくらいで本題に入ろうか。しばらく A は出てこないから今は置いておこう。この話のきっかけになったやつは仮に B としよう。B は僕の部活の同級生で、オカルトが大好きなやつだった。やっぱオカケンか。ちなみに僕も好きだよ。この部活ってのはそういうのを研究する部活だからな。僕たちの部活の研究っていうのは、とある階段の成り立ちを調べるとか、階段を要素に分解してカテゴライズするとか、階段の成立した時代背景を考証して新たに解釈するとか、そういうやつなんだ。僕もこの前、あの階段とあの階段に出てくる怪異は元をたどれば同じものを指しているんじゃないかということを発見したところで、まあそれはいいか、君たちに話してもわかんないだろうしなって感じ。つまりやってることは本当にただの学問的なことで、一般的に想像される面白おかしく怪しげな研究会ではないんだよ。テレビで取り沙汰されるようなね。と言いたいところだけど、そうとも言い切れないんだよな。実は B だよ。 B はとにかく実地でやってみるのが大好きなやつでね、怪しげな高齢術を聞いては試し、恐ろしい場所を知っては尋ね、不思議な、なんだ、壺を見ては買い集めていた。自称霊感があるらしくて、一人で怪しげなことをしていたよ。まあ気持ちはわかるけどな。僕も実際に何か起こるのかと実験しようと思ったことはある。一人でやる気にはなれなくて何もしなかったけど、臆病者だからさ。ある時僕は調べ物に熱中して遅くまで部室に居残っていたことがあった。自分では下校時刻過ぎてるなんて気づいていなくて、 B に声をかけられてようやく気づいたんだ。何にそんなに没頭してるんだ。外暗くなってんのすぐ気づくよね、窓とか開いてればね。他に部員はいなかった。僕もちょうど一区切りついたところだったから帰ろうと思って荷物をまとめようとした。だけどそしたら B が妙に改まった感じで話を切り出してきてさ、いわく頼みたいことがある。 B の頼み事なんて絶対に嫌なことだからな。断ったんだけど押し切られちゃって、これ持ってるだけでいいんだなんて、なんか瓶を渡されたんだ。片手で持つのが難しいくらいの結構大きなやつでさ、周りをぐるーっと黒いテープで覆ってるから中は見えないけど、やけにずっしり重くて、振ってみると水気を帯びたものが入ってる感触がした。 B から渡されるものなんて気色悪くて仕方なかったから突き返そうとしたんだよ。というところで今回は時間になってしまったので、このあたりで終わりにしたいと思います。4番目のこう入ってきましたけれども、よろしくお願いします。次回もお楽しみにね。じゃあね。